時はまだ終戦直後の1949年。北アルプス槍ヶ岳。天候は暴風雪。凍死寸前の若き登山家が、凍えた指で遺書を書いています。1月6日。風雪。全身、凍って、力なし。なんとか湯股まで、と思うも、ありもとを、捨てるに忍びず、死を、決す。この男は、若干26歳の新鋭クライマーである松波明。松波は冬の北釜尾根にて遭難。疲労と死が目前に迫る中、このような壮絶な遺書を残したのでした。これは松波が冬の槍ヶ岳北釜尾根に挑戦し、そして遭難して力尽きるまでの物語です。僕の名前は松波明。これから相棒の有本と共に、1ヶ月かけて、北釜尾根から槍ヶ岳そして穂高岳を経て、焼け岳までの縦走に挑戦する。これまで冬の北アルプスでこんな大縦走をした者はいない。この大きな挑戦を前にして、僕らの胸は高まった。北釜尾根というのは北アルプス槍ヶ岳の難関ルートです。登山道具や技術が進歩した現代においても、冬季にこのルートを登ることができるのは、限られた一流登山家だけです。松波は北釜尾根を登るだけではなく、その後穂高を経て焼け岳まで至る、大縦走を計画したのでした。当時は現代のように軽量化された登山道具がない時代。このような冬季の大縦走は、サポート隊によって食料や燃料などの物資を補給してもらいながら進んでいく、極地砲というやり方が一般的でした。しかし、いや、僕は極地砲という登山スタイルは嫌いだ。やっぱり自分たちの力だけで登山を成し遂げてこそ、本当の登山家だ。サポート隊に助けてもらいながら登るなんて、たとえ成功しても、本当の登山とは言えないな。1948年12月、僕は長野県の湯又で相棒の有本と合流し、北釜尾根に向かった。12月とは思えない、春のような暖かさだった。とても冬山に来た気がしない。簡単に登れてしまうのではないかと私は思った。しかし暖かさのあまり、雪ではなく雨が降り出した。それも季節外れの大雨だった。僕は猛吹雪で大変な思いをしたことは何度もあった。しかしこんな大雨は初めてだった。12月の北アルプスでこんな大雨となることは、完全に予想外だった。テントは雨によりびしょ濡れになってしまった。そして雨の後訪れた冷え込みで、濡れたテントは氷の塊となり、使い物にならなくなってしまった。やむを得ず、僕たちはテントをここに残し、簡易テントであるセルトを使って、登山を続けることにした。しかしセルトはあくまで非常用の簡易テントであり、強度は低く悪天候の中では使用できない。そこで悪天候下においては、雪を掘った雪道の中で泊まることにしたのだ。濡れてしまったものはテントだけではなかった。僕たちの衣類は下着までびしょびしょに濡れてしまっていた。しかしテントを失い、雪を掘った雪道に泊まっている僕たちには、一度濡れてしまった装備を乾かす手段はなかった。当時はまだ、ゴアテックスのような防水性に優れた登山用ジャケットや、モンベルのような速乾性の高いウェアはありませんでした。季節外れの大雨で装備を濡らしてしまったことは、この後松波たちに降りかかる悲劇の大きな原因となるのです。とても快適とは言えない状況だったが、まだ引き返すわけにはいかない。サポート隊の助けを借りずに、僕たちの力だけでこの挑戦を成功させて、極地砲の力を借りなくても、冬山の大縦走が可能であることを証明しなければならない。僕たちは北釜尾根を少しずつ登り、槍ヶ岳の頂上に向かっていった。登山のスピードを上げるため、食料などの重い装備は途中に残して、後から取りに戻ることにした。1月1日、1949年の元旦、北釜尾根を登り出してから2日目、これまでの季節外れの暖かさが嘘のように消え失せて、天気は暴風雪になった。濡れた衣類は氷の塊に変わり、僕たちは寒さに凍えた。雪道の中でラジウスを焚いて、凍った衣服を温めて溶かした。乾かすことはできなかったが、凍ったままの衣服を身につけるよりはるかにマシだった。ラジウスというのは、当時使われていた登山用石油コンロです。今のようなガスカートリッジ式コンロはなく、石油を用いるものが一般的でした。ラジウスは一度アルコールで予熱して石油を気化させてからでないと、点火できないなど、使用するために習熟が必要でした。また複雑な構造のため、故障してしまうことが多かったようです。
翌1月2日は暴風雪だった。僕たちは雪道から出ることができず停滞した。1月3日、天候は回復した。しかしテントを失い、装備を濡らしてしまった僕たちでは、焼け岳までの縦走は不可能だった。残念だが槍ヶ岳に登頂した後に、下山する計画に変更することにした。焼け岳まで行けなくても、冬に北釜尾根を登るだけでも立派な記録だ。焼け岳まで縦走する場合、途中に残した装備を取りに戻る必要があったが、槍ヶ岳だけまでの縦走だとその必要はなく、残した装備を放棄することができた。この日の天気図を見ると、大陸には優勢な高気圧があり、低気圧が発達しながら日本海を通過中でした。低気圧通過前は一時的な小康状態となります。しかし低気圧通過後は強い冬型の気圧配置となり、山は大荒れになる予想でした。しかし当時はスマートフォンはもちろん、冬山登山に持っていけるような小型ラジオもなく、松並たちは迫り来る悪天候を知る術はありませんでした。僕たちは槍ヶ岳頂上に向けて前進した。そして天狗の腰掛けと呼ばれる場所まで進み、今日も雪道を掘って止まった。ラジウスを使って凍った装備を溶かすことはできたが、濡れた服を着たまま眠る日々が続き、僕たちの疲労は溜まっていった。1月4日、寒気が厳しく、猛吹雪だが前進する。僕たちは北釜尾根最大の難所である独標を越えることができた。北釜平と呼ばれる場所の少し下あたりで、雪道を掘って止まることにした。ここまで来ればあとは難しいところはない。焼け岳までの縦走を諦めた僕らは、明日槍ヶ岳に登頂したらあとは下山するだけだ。猛吹雪の中で丸一日行動した僕たちは、全身が冷え切って、衣類はバリバリに凍っていた。早く暖を取らないと危険な状況だった。しかしラジウスが故障したようで、いくら修理しても点火できなかった。僕たちはやむを得ず、石油の直炊きをすることにした。手ぬぐいに石油を浸して点火した。炎は上がったものの、火力は小さくすぐに消えてしまった。僕たちはあらゆるものを石油に浸して燃やしたが、凍った装備を溶かすことはできず、体は冷え切ったままとなり、寒さで眠ることはできなかった。夜中にはさらに風が強まった。そして暴風で雪道が崩壊してしまった。僕と有本は、突如として暗闇の猛吹雪の中に、投げ出されたのだった。なんとか今夜さえ乗り切れば、明日には天候が回復することを期待していた。あとは一日で槍ヶ岳に到達できる場所まで来ている。槍ヶ岳までたどり着けば頂上には山小屋もあるし、簡単なルートから下山できる。僕たちは暗闇の猛吹雪の中、互いに励まし合いながら、長い長い夜をなんとか耐え抜いた。翌朝の1月5日、天候回復への期待は見事に裏切られ、暴風雪が続いていた。しかしこの場に留まり続けることは死を意味する。なんとか槍ヶ岳を越えて、頂上直下の山小屋に逃げ込むしか、僕たちの生きる道はない。ところが全身が凍りつき、体が思うように動かない。アイゼンを取り付ける紐も凍ったままで、靴に取り付けることができなかった。アイゼンのない僕たちは慎重に進むが、ついに有本がスリップして戦場沢に滑落してしまった。幸い有本は柔らかい雪の上に落ち、命に別状はなかった。しかし落ちた際に腰を痛め、もう稜線まで登ることはできなかった。北釜尾根の稜線に戻れないのであれば、この沢を下るしか生きる道はなかった。僕たちは深い雪をかき分けながら、戦場沢を下っていった。雪崩の危険は大きかったが、他に選択肢はなかった。3時頃まで沢を下ったところで雪道を掘った。しかし燃料はほとんど残っておらず、暖を取り凍った装備を溶かすことはできなかった。雪を溶かしてわずかな水を作ることが、精一杯だった。翌1月6日も猛吹雪だった。なんとか下山しようとするが、有本はもう歩くことができなかった。有本は雪の上に凍えながら横たわり、今にも凍死しそうだった。彼を温めてやれる燃料はないが、少しでも寒さを和らげてやるため、木の枝を折り有本の下に敷いてやった。ありがとう。松並よ。僕はもう一歩も歩けないが、君はまだ体力が残っている。僕に構うことなく、動けるうちに早く下山するんだ。君はこんなところで、死んでしまう登山家ではないはずだ。確かに僕にはまだ歩けるだけの体力が残っていた。もし有本を残して僕だけで沢を下り、雪崩さえ避けることができれば、
2日くらいで湯股まで下山できるかもしれない。しかし有本は間もなく凍死するだろう。これまで苦労を共にしたパートナーである有本を、猛吹雪の山中に残していくことはどうしてもできなかった。僕は首を横に振った。僕は君を置いていくことはできない。一度パーティーを組んだ以上、生きる時も死ぬ時も一緒だ。有本と共に死ぬことを決めた僕は、家族と仲間に向けた遺書を手帳に残すことにした。僕らが死んだ後、遺体はすぐに雪に覆い隠されてしまうだろう。しかし遥か、夏になったら、雪が溶けて、誰かが僕たちの遺体と手帳を見つけてくれるはずだ。私は凍りついた指で鉛筆を握り、手帳に遺書を書き出した。1月6日。風雪。全身、凍って、力なし。なんとか湯股まで、と思うも、有本を、捨てるに忍びず、死を、消す。家族への遺書も残した。お母さん、あなたの優しさに、ただ感謝。一足先に、お父さんのところへ、行きます。何の効用もできず、死ぬ罪を、お許しください。有本と死を消したが、6時。今十四時。なかなか死ねない。我々が死んで、死骸は水に溶け、やがて海に入り、魚を肥やし、また人の体を作る。子は、仮の姿。ぐるぐる回る。僕は書き終えた遺書とカメラを、濡れないように油紙で包み、沢が増水しても流れてしまわない場所に置いた。こうすれば雨に濡れることも、沢に流されることもなく、誰かが見つけてくれるはずだ。そして僕は、有本と共に深く長い眠りについた。松波と有本が所属する山岳会では、1月中旬になっても下山しない二人の身を案じて捜索隊を派遣します。そして二人が途中に残した装備と他の登山者からの情報から、二人が北鎌尾根を登ったものの槍ヶ岳に到達していないことが明らかになります。しかし冬の北鎌尾根において、それ以上の捜索活動は不可能でした。その後、8月になり雪が溶けて、二人の遺体と松波の遺書が発見されるのです。松波が最後の力を振り絞って、遺書を油紙で包み、流されない場所に置いたおかげで、残された遺書は、無事家族の元に届けられたのでした。そして松波が登山中に残した記録とこの遺書は、風雪のビバークとして出版され、ベストセラーとなったのでした。また新田次郎もこの遭難を題材に風雪の北鎌尾根を執筆されています。これらの書籍はウピ主もこの動画を作成する上で、参考にさせていただきました。この場にて御礼を申し上げます。これで松波明の物語は終了します。もしご感想をコメントいただければ嬉しいです。また取り上げてほしい冒険家がいればコメントください。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。